これでどうかな。やっぱり傾いてんな。ビットレート、あ、1000超えてる。あ、OK、よし、読み上げもできた。よかった、一時的なもんで。やった。読み上げもできないし、アクションカムの音声入力もいってないってどんな状況だって思ったんですけど、まあ見なかったことにしよう。ああ、よかったよかった。あと延長できませんか。あと延長、どこですかね。これ端見えないだろうけど、自動延長のトグルスイッチの下に何もなくて、もう番組終了ボタンしかないんですよ。で、画面の右の方にも首がゾンビ。6時間どこでやるんだこれ。切り替えるタブみたいなものも見当たらないし、配信設定ってこの画面しかないんですよね。ないよな。どこだ6時間にやるやつ。どう考えてもこの下のコントロールパネル的なところのはずですよね。どこよ。なんか初心者設定から初心者じゃない設定に切り替えるとか、そういうスイッチも見当たらんし、どこすかこれ。時間タップ、あ、それも昨日やったんですけど反応ないですね。ダメだ。自動延長ハテナがヘルプが、あ、ヘルプ画面が開くだけか。どこすか。自動延長機能ヘルプの中に何か書いてあるかな。関連するヘルプの中にも時間を6時間まで設定するというのは見当たらないですね。やっぱないです。ニコニコヘルプとか見てみてもらってないことが確認できると思うんですけどね。今はその機能本当に存在するんでしょうか。いつからかオミットされてないですか、その機能。6時間確保しとくってやつ。宿めちゃくちゃ快適でした。というか、あの宿に泊まれるって本当に。自動延長オフにすると。なるほど、そういう考え方もあるか。でもオンにした画面も覚えてるからなかったはずだけど。やった。ああ、オフにしたら出ました。おかしい。そうか、配信スタートするときに設定として自動延長をオンにしてたから気づかなかったのか。やりますね、今指摘した人。感心しました。よく気づくな。ありがとうございました。5時間半延長できるんだ。よし、ありがとうございました。できるんだ。配信の設定画面の時に入力オンにしてしまってたら出てこないんだ。よく気づくな本当。でもこういう状況によって画面で操作できることが切り替わっていくっていう方式は知ってる人にはいいんですけど、知識ゼロの状態から操作する人にとってはかなり厳しいインターフェースですねこれ。まあ文句言ってもしょうがないか。でもありがとうございました。できたよ。オフにしないと出てこなかった。自動延長オフにしないと。勉強になりました。ヘルプの中、関連ヘルプの中にも出てこなかったんですけどね。まあこの UI を文章で説明するのも難しいか。逆に分からんようになるっていう。よっと。で、今日相変わらず喋りまくってたせいでツイートする暇もなかったんですけど、朝ごはんも異常にたっぷりでした。当然のようにカマスの干物丸々1匹と卵と野菜の焼いたやつ。
食事むちゃくちゃ出てきますね。一応港の方ちらっと見てから北上するか。ん？もしかして猫多いな、やっぱ。あ、車の下入った。あと確かこの辺にあった理容室か何かの飼い猫が中入れてくれていて、ニャーニャー鳴いてるの見てました、昨日。可愛かった。どこだっけな、あれ。食事量が、うん、年取ったら食えないと思います、あれは。今日のコースは口で説明するの難しいな。北上していくんですけど、山の中を通る道で、あの天草一番の市街地に出ます。あれ、この通りじゃなかったか、あの理容室は。ここ細い路地が結構たくさんあって、よく見ると、あ、あったあった、ここだ。あ、いた。昨日の白猫っていうか、よく見たらちょっと茶が混じってるな。あの首、鈴がついた首をつけてるんですよ、うん。しかも本業水産加工業の人がご夫婦がやってる宿だからな、今日泊まったところは。先、あ、行くことにしま、行くことにします。山厳しいと思いますね。あと今日、あの充電がうまくできてないのがあって、フル充電じゃないんですよ、パソコン関係。あの持ってきた充電器が、あのモバイルバッテリー、デカバッテリーには充電できるけど、パソコンにはなんか妙に途切れ途切れで変な状態でうまく充電できてなくて、だからあのモバイルバッテリーにまず入れてから、そのモバイルバッテリー経由でパソコンを充電しないといけないっていう状態になってるので、青果問屋の、あーかなったマルシェので、パソコン充電してたら全然できてなくて、夜の間にモバイルバッテリーに充電しといて、うん、ありますね。で、朝モバイルバッテリーから PC に流し込んで、それで8割ぐらいまで行ったんですけど、その後またモバイルバッテリーの充電を再開して、フルじゃないんですよ。だから多分最悪2時か3時ぐらいに切れる可能性があります、今日は。牛柄、鼻もピンクだ。こっち来ないかな、来ないよな。座った。じゃあ写真だけ。バッテリー、このノートパソコンに充電できるバッテリーっていうのが特殊なんですよ。PD 対応でできるかな、なんか 12V がどうとかって、あの変な、あんまり使われてないパターンの充電規格じゃないと充電できないんですよ。 PD だったら何でもいいのかな。で、これがあの昨日虹色に光ってた橋ですね。ちょっと橋の名前は覚えてないけど、レインボーブリッジ、とりあえず。うん、見に来ました。昨日の夜、あの宿のご夫婦の奥さんの方の友達の人が来てて、はっちゃんって言うんですけど、八郎さんだったかな、まあ、はっちゃんさんです。はっちゃんさんって人に連れられて、昨日ドライブであちこち行ってきました。で、確かこの辺の、私が泊まったところが宿山下っていう名前らしいんですけど、山下水産の加工場があちこちあるんですよ。今通ってきた中には見えなかったかな。おお、海綺麗だな。あのご自宅は結構でっかいです。自宅も見せてもらったドライブで。
分だもん。ありがとうございます。第二工場が確かこの辺にあったと思うんだけどな。トンビでけー、おはようございます。ハイヤ丸、なんかカタカナでハイヤっていうのは南風の意味のハイヤらしいんですけど、ハイヤ祭りっていうのが4月15だか16日に、あ、毎年あるらしいです、ここは。それが一大イベントらしい。で、ここから左かな。今回の昨日いろいろありすぎましたね。今日は そんなになんかイベントが期待できる道ではないと思うけど。なんか昨日の夕方とか夜見た時よりも船多い気がするな。温泉丸って、船の名前で温泉丸ってすごいな。やっぱ朝になるとあの港というか漁港なんで、船の音が聞こえてきて活気がありましたね。いや、こっちもか、天草も隠れキリシタンって話はあるみたいですよ。なんかマップに書いてありました、観光マップに。アップル製品まだ隠れて、今隠れなくてもいいと思うけど、まあでもこの先どうなるかわからんよな。で、佐吉教会はあのトンネル通って直線すれば近いんですけど、さっき宿のおかみさんから、おかみさんっていうのもなんかあれだな、なんか一緒にずっと喋ってたから、まあ奥さんでいいかな、から聞いた情報によると、トンネルくぐらずにあの旧道を通って海沿いぐるっと回っていったときに、海越しに見える佐吉教会が一番いいんだそうです。だからそうしてみるつもり。あ、録画してたっけ、アクションカム。してました。してるよな。体感らしいですね。あと昨日おとといの宿配信は両方ともアクションカムの方は録画してなかったんで動画撮れてませんでした。いい天気です。まあどうせ編集しないだろうけどな。まあ旅行中大半撮れてりゃいいや。あとは今日昼飯がどうなのかがちょっと気になるな。山の中行ってしまうともう見せないから、まあ補給食はいくらでもあるんだよね、まあ、バッグの中に。YouTube、 ああ、そう、他の人が映ってる場合にってことですかね。これは早速道を間違えてるな。まあこっちでもいいか。あ、佐吉教会周辺に佐吉、あ、この時間だと佐吉教会で昼飯になるかな。にしても実はあの腹が全然減ってない。朝ごはんもそのご飯おかわりしておかずがいっぱいあって、今走りながら腹ごなししてる状態なんですよ。学生さんは、私は51歳だけど若者扱いだったんで、
朝豪華でした。やっぱり思った通り。食べれますけど、甘いものいくらでもあるんですよ今。大福ももらってきました。朝ごはんのデザートにも大福とコーヒーだったんで。始まりましたね。おはようございます。おはようございます。なんか登り坂の時に人がレモンパンもまだ余ってます。レモンパンと大福餅2つが宿で大福餅もらってきたんですよ。餅が好きだって言ったら全部持ってきなさいって言われて、そのうち3つもらったんですけど、1つの塩豆大福は朝飯のデザートに食って、あと、なんだっけ、2種類チーズ大福と、もう1個何だったかな、何だったかが残ってます。生菓子なんで今日食べないと。赤巻きも丸々残ってます。レモンパンも残ってます。あと昨日の夜じゃなくて一昨日の夜かの宿配信のおつまみに買った濡れ線もまだ残ってます。だから補給食っていう名目でお菓子買いすぎるのよくないですよ。自転車旅行で本当に荷物は爆発始めるので。食い切るもしないのに買ってしまう。まあ今回は実家にこれから明日実家に帰るかな、多分明日実家帰りなのでお土産として持ち帰れますけどね。食べられるですね。あと赤巻きは小分けにしたやつがバラで、もう道の駅だとバラのやつが売り切れてたんで5個セット買いましたけど、そう今回4日間で終わりそうです。バラじゃないのを買ったんですけど5個セット。あのあと宿の隣にあるスーパーに来たら普通にバラで売ってました、赤巻きの小さく切ったやつで。こっから左か、後半どうしようかな。ウドっていうのはどのあたりでしたっけ。西海岸の今このあたりから西海岸の方ぐるっと行く道は途中の宿が取れなくてルート変更しました。牛深ハイヤ大橋かな、さっきの虹色に光るやつは。音半島、風はこれ西風か。今日予報見たら南風で、見事に今日もまた都合がよく追い風なんでこれは楽かなと思ってたんですけど、ちょっとこの辺りは西風っぽいな。あー腹がつっかえる。昨日の夜の分がそもそも消化できてるかどうか怪しいからな。市長からもらったイカとかまだ腹に残ってるんじゃないかと思う。天気もいいし、いろいろ今回都合がいいですね。で、3日目の諦める、3日目にしちゃ本当になん か足が痛くない、何なのに今回本当に体の調子がいい。というか過去の旅行よりも体調がいいですね。
牛深の市街地もうちょっと見てきてもよかったかな。あ、関東のあれでも晴れ予報じゃなかったでしたっけ。昨日とか雨降ってたみたいだけど、まあよその地域が雨降ってるとその分相対的にこの天気の価値が上がってしまうけれども見にくい見にくい心理作用によって。おはようございます。今日は天気は良くて空気は涼しいです。今15度ぐらいじゃないですかね。もっとあるか、17度ぐらいあるかな。お、上りか。トンネルか。あ、午後に。カメラで映すと広角だから。この空とかも結構面白く見えてるんだろうな。雲の模様とか、多分私の目よりも視界が広いからカメラの方が、視界がっていうか、まあ意識して見える範囲がかな、圧縮されて。あ、アクションカムのソニーの GoPro ですけどしてます。さっき確認した。いずれ編集して YouTube に上げる日が来るといいな。そう、広いですね。かなり新しいな。あとは今回の旅行で、あとは明日の YouTube、 そうですね、お明日そのメインの国道沿いに最短距離で熊本の方に熊本市の方に戻るんですけど、そこの渋滞混雑具合がちょっと心配ですね。まあ午前中だったら、あ、そうですね、過去の少しだけ、もうかなり過去のやつしかないですね。今10年ぐらい前のやつしか。最近はもう VR ゲームのプレイ動画とか 3D プリンターの無言で、なんかあのノッポさんみたいに 手振りだけで説明してるやつとか、そういう動画しか上げてないです最近は。まあでも 3D プリンターのやつも見てほしいんだけど、一番最近上げたのは確かあのペグボの何駅まで、熊本駅、そうですね、距離的にどうだっけ、三住駅までだったら50キロないぐらいだったと思うんで、熊本かどこだっけ、三隅線が分岐してるとこどっかあったと思うんだけど、そこまで走るかも。動画イベントのタグがついてる動画はまだいいんですけどね、タグなしで6時間動画では、あ、一人で YouTube 見てる人向けにベラベラ喋りながらっていうのはちょっとうまくできなかったんで、それでもたまになんか普通だったら頭の中でしか考えないことを口に出したりしますけどね。うん、バビ肉この辺りも、あ、ダラダラが、まああのバックグラウンドビデオとして流し続けるっていう見方してる人もいるって聞きましたけどね。
でもこの鼻すすったりする音とかあんまり気持ちのいい背景のビデオじゃないと思うんだけど、昼寝ノーカットで、まあ、それもいっぱいありましたね。なんかどこかキュッキュッて言ってるな。これローターは擦れてる音っていうよりは、いやでもチェーンじゃないよな。まあ走る分にはほとんど抵抗感じないからほっといてますけど。おはようございます。あ、半島の、ただ、うん、自炊なしです。あ、音楽、なるほど。ただあそこの半島、あの三隅から先のあの道は北側の方綺麗だったんですよね。あの汽車の車窓から見ると、あそこを走りたいっていうのもあるんですよね。まあでも夕方ぐらいだったら車多いかな。午前中だったら島から脱出する方向は少ないと思うんですけど、朝ごはんたっぷり食べた、嫌というほど食べた。眺めやっぱそうですよね。まあでも逆にそっちの方はもう列車で見たから、南側の方を網羅するっていう考えもある。皆さん、あ、肌野さんは最後に会ったのいつだっけ。あれ、去年夏か、あれいつだったっけ。今年肌野さんに会ったっけ。肌野さん、新さん、寒い間は会ってないような気がするな。去年暑い時期に一緒に走りましたけど、あれが最後だったっけ。ヤビス峠もう何年も行ってないです。裏ヤビスまた行こうかな。表ヤビスはちょっと私急で、裏ヤビスの方が好みなんで、裏ヤビスから登って表に降りる。まあでもこの感じだと表ヤビス行けるかな。まあ今日300メートルぐらいのアップダウンを上り下りするので、それで感触分かりますね。のり日型南側の話ですかね今の。あ、レストハウス、あ、多分行ってないです。裏ヤビツ今また通れなくなってるんですかね。この間なんか開通したっていうのを、この間つっても確か数ヶ月前にツイートで見たような気がするんだけど。あ、北側ですか。あっち綺麗ですよね。でも南側も車が少ないんだったらのどかそうだから行ってみたくもある。開通、今は開通なんですかね。前私がヤビついてた頃はそんなにめったに通行止めになってなかったんですけどね。やっぱり生活で利用する人が少ないからかな。あと、あの復旧が後回しされて、私はたまに自転車で遊びに行くだけで一切何も落としてないけど、お金を。牛部か、あ、台風で。あ、セイカート、スサなんだろう、今スサのとこよく聞こえなかったけど、私の今のサムネは確か乗鞍のはずです。映ってる自転車も今のやつじゃなくて、今のサムネは何だっけな、サス付きのマウンテンバイクだったか、ビアンキだったか、ビアンキのやつかな。あ、だからその今乗ってるこのチサイクルのラピスタっていうので、あのアイコンの写真撮るためにどっか峠行きたいと思ってるんですよね。カメレオンテ3ビアンキっていうだけじゃ足りなくて、本当は、ね、あの 年も言わないと正しいモデルは特定できないんですよね。カメレオンって1、2、3とかそれぞれで全然なんかコンポーネント違ってタイプも違うんで、しかもそれが年によって変わるらしいから。ここは左か、
フル HD、確かそうですね。これ 2K だか 4K だかの撮影もできるんだけど、サイズがでかくなりすぎるんで、何がいいのではって、そういう読み上げ小さくなったままだな、確か。前も今回配信始めた2日前ぐらいはもうちょっと音量でかかったはずなんだけど、なぜか途中から急に音が小さくなった。多分物理的なもの。あ、高画質。まあ 1920×1080 の動画で撮ってます今これ、アクションカムで、そのモニター画面をニコニコの方に流してる。モニター画面というか、そのモニター出力っていうのかな。綺麗。振り返りですね。やりはできるけど、なんか腰が上がらないだけですね。ん、何が綺麗。山の色が。ああ、私はプレミアム会員はだらだら解約せずに置いておきました。あ、ところがサーバーはホームページのデータ格納してたやつがパンになって、かなり古いやつのコピーがどっかに残ってただけで、今更もうなんか自宅サーバーの時代でもないんで、峠ガイドとか、どんぐらい峠乗ってたっけな、あれ50だったか100だったか、向こう生の、まあ、生放送また配信することもあるだろうし、見ることもあると思って。ここは砂浜じゃないですね。あ、いや今クラウドでしょうね。あのホームページはドメイン自体も継続してないです。売りに出されてます、サイバーサイクリスト .jp。 写真、買ってどうする。ラブホミ、そんなことあったっけ。どこの話だ一体。私がラブホで覚えてるのは2465の前場峠のところとか。綺麗ですね。あそこ砂浜と言えなくもないかな、土っぽい色だけど。それかな多分。あ、それかな多分か。あそこはしゃいでたっけな、前場峠の戦火と、仙台の時ですかね。覚えてるのは仙台。あ、波の音。ん、紙か。あ、仙台ですよね。一人でまだやったことないですけど、泊まれるらしいですよ。緊急避難的にはやったことある人の話何度か聞いたことある。生え際、歯医者あります。生え際は今のところ大丈夫っぽいですけど、よく変化は確認してなくて、歯医者に行ったのは出雲大社の時ですね。出雲大社の近くの道の駅に野宿した時に、夜歯磨いてたら取れちゃって、で次の日の朝近くにある歯医者さんに行って詰め直してもらいました。くっつけ直してもらいました。放送、いや、まあ放送してる間ではないですけど、まあでも配信はしながら走ってる旅行の時でした。あれだよな、だよな、そうそう、この生
うん、初心、あ、多分そうだったと思いますけどね。保険証持っていといてよかった。まあ普通持ち歩いてますかね、旅行で。この点、ん？通えない。何の話？この天気が教会見に行くときまでちょっと続いててくれないと困るな。曇られると困る。おかしいな、なんか変に向かい風だ。あ、どうもありがとうございます。はい、あ、通えない。いや、一発で昼から。いや、こっちは天気いいみたいですよ、ずっと。これから数日間。歯医者は詰め物をただくっつけ直してもらっただけですぐあっという間に終わったんで。実は最近も一回取れてまた付け直してもらったことあるんですけど、それもむちゃくちゃ早かったですね。近所の歯医者さんに行って、しかも保険適用で数百円で済みました、詰め物のくっつけ直し。なんであれあんなに安いんですかね、キャラメルを。だから昨日のあの弁天会でもらったチロルチョコの、チロルチョコはあのヌガータイプだったんで、あれは少しだけ警戒してました。用心しながら食べてました。銀歯ですね、かなり古いやつだと思います。早いですね、長く。あ、通った。おはようございます。うん、最近の接着剤は外れにくくなったりしてるんですかね。まあ、あとはベースの方の歯が虫歯とかで侵食されるかどうかっていうのも関わってきそうだけど。ローカルルール、歯医者さん本当になんか調べてみると数多いんですよね。うちの近くに同じブロックに1軒、ん、あ、あれは違うか、あれ整体か。道路挟んだ反対側のブロックになぜか2軒隣り合わせでは違う歯医者さんがあって、中山駅周辺だけでも10軒ぐらいあるんじゃないかな。差し歯っていうのはあのかぶせる歯でしたっけ。私は上の犬歯より上側の犬歯の1個内側の歯が1本だけあのかぶせる歯になってるんですけど、これ取れたことないな、コンビニより。改めて調べるとめちゃくちゃ多いんですよね。人気がない。あと歯医者さんはコロナ的なリスクはかなり高いですよね。息してる人の口を覗き込んで作業するわけだから。でもあんまりなんかそれについて、まあ、対策のしようがないからかな。あのこの間その詰め物付け直してもらった時も特に何にも言われなかったな、これこれ気をつけてくださいみたいな話は。うわ、楽、その敷居が低いってことですかね。あとおもちゃがめちゃくちゃ、おもちゃっていうか趣味なのか子供を意識してるのか分からんけど、人間と同じ大きさのガンダムの模型とか、あとあれリッジレーサーだったかな、アーケード筐体、レースゲームのアーケード筐体が置いてある歯医者さんありますね。あ、すみません、その後の実家がなんとかって今言われたかな。明日実家に帰る予定です。ゴールデンウィークの後半どうしようかな。
この天草から出て無理やりなんかそこら辺回るっていうのもちょっと考えたけど、なんかうまいこと趣味か。そしたら道楽やってんなあれ。交流促進センター、九州新幹線、そうですね、古賀に帰ります。来るときは走り始めの、あ、走るかも。来るときはスタートする時間を稼ぎたくて、新幹線博多から熊本まで使いましたけど、帰りは鈍行でもいいかな。八代八代ですか。八代は熊本の市街からどっち側だったっけ。八代も意識して回ったことないんだよな。通ってるかもしれないけど。結構なんか集落というか完全に民家が途切れることがないですね。あって言われると配信が止まったのかと毎回思ってしまう。あ、南側ですか。ってことは福岡の門は方言になんかちょっと来ますね。名前知らないけど、ただの雑草ですかね、これ。植えてあるわけじゃないよな。ああ、のどかすぎる。うん、綺麗。すぐ横をなんか川が流れてますね。この辺り。あ、新幹線がちょっと、まあ、今晩明日のルートを考えるときに八代ってキーワードを覚えておくようにします。この川は桜川っていうのか。ちょっと向こうに渡るわけじゃないですけど、あ、特別なんか綺麗な清流ってわけじゃないな。でも川幅が結構広い。ララポート、え、どこに。博多ですか、ララポートできたの。桜川、山の色がいい。竹下は博多から南側でしたよね、確か。そこにララポートが。博多駅周辺もだいぶ変わりましたけどね。博多駅の、ビルに東急ハンズが入ってて、博多駅の隣の駅ですね。隣駅、あ、そうでしたっけ。あー、ダメだ、南側の方全然前から行ったことなかったから分かってない。博多の次が竹下でしたっけ。あと大野城とかなんかあっちの方に何とかいた記憶はあるけど、ああ、1分の1ニューガンダム、ララポートの話ですかね。ガンダムだったら稲城長沼にもあるな。シャーザクも1分の1じゃないけど。横浜にあるやつもなんか実物大ガンダムでしたよね。お、磯日踊り。
ああ、綺麗ですね。なんかちょっと峠道に来た感じがする。こういう景色本当久しぶり。いつも行くコースをちょっと遠回りしたところにある、ほんの局所的な山の中っぽい道はあるんだけど、こんな感じの道走るのは2年ぶり以上かな。1年半前が三浦半島でに行った時だから、峠っぽいとこ行ったなんてもっとずっと前だよな。集落離れたあっという間に山の中な感じになってますね、この辺り。バンタナがずり上がってた。腹が苦しい。山の中の集落に出た。ああ、カエルの声が。電波は一応来てるっぽい。ちょっと配信の状況確認をします。あ、配信が返してきてない。繋がった。ああ、また復帰できない、自動復帰できない状態になってましたね。あの山間部の民家が全くない道をずっと登ってきてここに出ました。電波ありそうだから、あの配信画面確認しました。
カエルの声がたまに聞こえるんですよ。お、おはようございます。あれ山かか、あっという間に逃げた。逃げたけど潜れずにあそこで困ってる。おかしいですかね。今結構カラフルな細い蛇が田んぼを渡ってきてたんですけど、振り向いたら逃げてあそこの家の陰にいるのは見えてるんだけど、一応隠れてるつもりっぽいです。カエルとか食うのかな、あれは。いい場所だな。うん、カエルの声聞こえますかね。ちょっとだけですけど。あ、聞こえてます。今ちょっと鳴いてないけど。ガーガー言ってるね。まあ地元の人とじゃうるさいのかもしれんけど、たまにこういうとこに。お、あんまり全面的に泣いてくれんな。でもたまに来てこういうのを聞くと、外部の人間としては風情を感じる。いいなあ。めちゃくちゃ考えたらこういうとこでこの音聞きながら昼寝したりしたら最高でしょうけどね。あれ、なんかズームしてた。あ、ちなみに、はい、今回の配信でまだアピールしてなかったけど、このグリップ使うと腰のケースからさっと取り出して写真撮ったりできますから、片手で。で1秒で収納できますから。なんだけども誰にも見られないな。そもそもメルカリ出しててもビュー数すらほとんどついてない。誰も見てない。メルカリ、今ゴールデンウィーク中は非公開にしてますけど、メルカリショップスの方かなには出してました。ゴールデンウィーク終わったら、ゴールデンウィーク終わったらまた出します。誰かに使って感想を聞きて、使ってもらって。こんなに便利に感じてるのは私個人の使い方の固有の話なのか、他の人にも通用するのかが知りて。でメルカリショップスで700円で売ってます。材料費は100円かかってないぐらいかな。で送料が175円で、あれなんで700円でつけたんだっけ。確か儲けは3割4割ぐらいの計算でやってるはずなんだけど。あんまりないわ。自転車で走りながら片手でスマホ取り出して写真撮影とか危なげなくできたりするのに。あ、乗りながら写真ですかね。確かに一眼レフとか首にぶら下げながら走って、で立ち止まって撮るっていうスタイルは見たことあるけど、 Z さんとか走りながら撮る人って少ないか。まああんまり推奨できたもんでもないですけどね。 Google グラスか、見たことないけど。おはようございます。あ、なんかずっと下ってるな、これ。ってことはもうすぐ海か。もうあと 1,2 キロで。
海沿いの道も行くとやっぱりこういう道が好きだな。なかなかたまらん。血圧はかなり低いです。高脂血症なんですけど血圧は低い。天草、そうです、本土っていう一番の市街地のちょっと外れたところにある作業の人たちが泊まるような感じの民宿だか旅館だかに。まあそこもなんかいっぱいになってる可能性十分あるかと思ったんですけど大丈夫な感じでした。それ以外に3件か4件ぐらいすでに電話かけて NG でした。ネットで契約、予約できるホテルなんかも全滅でした。あんだけ宿密集してるから大丈夫だろうと思ってたらそれも甘かった。でもなんとか見つけた。ホテルとかだとこの辺りは素泊まり6500円とかそんぐらいするんですよね。民宿の方が安い。うん、特にそうですよね。まあ、私がいかにもな観光ルートを全部外してるのかもしれないですけど、観光客みたいな人が歩いてるの見たことないような、ほとんど。あ、いるか。でも私は観光としてはこういうところ走るのがいいな。記憶に残ってるのこういう感じの道とか雰囲気なんで、残ってるか記憶に残るのは。泊まりで、楽しいです。私は特に久々なこともあってテンション結構上がってますね。しかも体調いいから。資料館、まあ内容にもよるんでしょうけどね、その人に興味あるかどうかとか。興味ないところに行ったら回れたな。喫緊、今のところ喫緊ないですね。まあでもいつ喫緊来るか分からんからな、人間の体は。道はこっちの方はですね、そもそもこの道はメインの国道から外れた道なんで、普通車で移動する人はもっと東側にある国道、ブログ、国道確か266だったと思うんですけど、そっちの方をみんな通ってると思います。こっちだと若干遠回りになるし。にしてもなんか北風っぽいな、予報と違う。商店、バス停ナビで、多分バス停の名前がクラブ前だった。どれだろう、クラブ。別に苦しいわけでもないのにはーとか言ってしまう。気持ちいい。夏になったら暑くて全然印象違うと思うんですけどね。一番走りやすい時期にこういうところ走ってるのは本当いいですね。天気もいいし。これで、海が見えるはずかな。
うん、もうすぐ海に出るはずですね。そこから右にずっと湾を迂回して北に向かって、そこから確か先津教会への分岐がに行くんだったかな。出た公衆トイレ。今どこあったん？まあいいか、あまり今は来てなくて、先津教会に行ったらどっかトイレあると思うので、そこまで行けば大丈夫かな。海っていうか湾というか、まあ海だよな。教会は、あ、そうですね、今のところは。昨日は、むつ、あ、このままだ全然あれか、もっとぐるーっと回っていくんだ。これあの辺りからまたなんか小さい丘を越えて、一本陸側の道、いや違うな、どこだ。まあ大丈夫でしょう。これ海ですね、入り組んだ湾の内側のあたりです。ずっとかなりあの向こうの方で浅いみたいですね。島があるんですかこれ。どれが島なんだ。街道練習か。島ってどれだろう。地図で見てもなんか島らしい島見えてないですけどね。競輪選手、私は競輪選手じゃないです。まあ競輪選手みたいなものといっても差し支えはあるんですけどね、全くそういう方向はないですね。レース系のやつには一回も出たこと、出たことなくもないけど、ほぼそういうのはないんで。これ左行ったらまずいか。残念になって島に入れないと思う。いいところだ。山陰になって、これ左行ったら行き止まりか。北浦小学校、こういうとこいいよ本当。エンデューロ、立川のやつですかね。あの時は他の人たちと一緒に出たっていう感じで、積極的に自分の意思で出たわけではないんですけどね。意思で出たわけではないって言ったら、あの人たちに無理やり連れて行かれたみたいな感じになるな。まあイベントとして参加したって感じですけどね。あ、そこ、あの時は配信もしてたな、そういや。ピット側で。夏北海道行こうかな。やっぱり北海道かな、夏は。でも青森とかあっちの方も面白かったからな。ツールドラフランスには出てましたね、自転車部。あれコミュニティはまだあるんじゃないんですかね。あれ多分松さんが管理者になってるんじゃないのかな。さすがに来たか。
よっと。お、ちょい登るか。お、切り通した。あ、コメント聞こえ始めたから自動復帰しないかな、ダメか。映像戻りませんかね。投げ直すか。うん、やっぱり繋がってない。あ、行ったな。NAI は復帰してくれない、自動的に。映像配信アプリが一旦速度がゼロになるとそこで切れてしまうみたいですね。設定でなんとかなるんかな。 OK、 今あのちょっとした切り通しを下ってきました。切り通し綺麗でした。新緑に囲まれてちょっと薄暗くなった。切り通しのピーク。私がいつも通ってるあの鶴見川のサイクリングコースの近くにも地毛っていう、寺の家の地毛っていうところがあって、そこにもそういう綺麗な切り通し、あの面白いというか、あのいかにもな感じの切り通しがあってちょくちょく通るんですけどね。おお、お、ツーリングだ。あれは何の木か種類知らないですけど、酒屋さんの看板はかすかに見えるけどやってないな。地毛、あそこ田んぼが綺麗なところですよね。のちょっと奥に入って北に抜ける道が、細い道があって、地毛、地毛、ニコニコ広告、あれなんか広告を見て入場者が何人増えましたとかいう話が、読み上げが出るんだったっけ。横浜みたいですよね。横浜田んぼ、そうですね。あれ地毛はどうだったっけ。横浜だったかな、青葉区かな、あれ。あそこは散策に来てる人が多くて、あとシャレオツなコーヒー屋さんもあります。ブルードアコーヒー、ブルードアで合ってるような、ブルードアコーヒーって言って青い扉の店のコーヒー屋さんがあります。
あとはちょっと高台に登ったところに GK サンタっていう、町出しじゃないと思うけどな、あそこはアルファベットの G とアルファベットの K で GK サンタっていう店があって、そこも面白いんですけどね、うん、ブルーボトルじゃなくて確かブルードア。サンタです。まあ、地名の GK をアルファベットで GK って書いてあるのかなと思うんですけどね。割と登るな。でも足痛くない。とりあえず歯吐いて酸素を送り込めば動いてくれる足になってる。いいですよね、あれ。いや、日差しがあるとこでも少しでも風を受けてればちょうどいいです。はあ、はあ、言ってるけど、うん、筋肉の痛みがあんまりないのがありがたい。苦痛が少ない。遠く、あ、遠くかですね、だいぶ違います、あの気分が。本当にあれのせいだけなんかな。一応する人か。まあ、今日この後本格的な、あ、また蛇が死んでた。本格的な登りが別にあるんですけどね。リング、あ、でもギア比1対1より軽くなるから楽ですよ、この自転車。シングルフロントの中でもやたら軽いギア比ができるやつを選んだんで。左か。ああ、車増えますね、これ国道に合流するから。266だ。光ですね。いや、アルミの自転車です。カーボンだと輪行の時ちょっと心配になるかなと思って、カーボンのは買ったことないです。大回り、あの西海岸側は今回はあの宿が取れなかったんで、そっちはやめて、この先北側に向かって登っていくことになるんですけど、その前に先津教会っていう、なんか天草で一番、天草といったらここっていう教会があるらしいので、それを見に行くのに往復1時間ぐらいかな、もっとかかるか。あとそこカーボン硬いんでしたっけ、死なるんじゃなかったっけ、カーボンは。アルミが、うん、日本一周定年になったらやるかな、どうだろう。定年60だったと思うから9年後、今ので。先津教会のあたりは観光地で昼飯あるっぽいこと、さっき確かコメントで聞いたんで、時間的にそこで食っとこうかなとは思うけど、まだ入らんな。まあでも少しだけ繊維の、ああ、
昼飯少なめにここで食っとくって手もあるな。それかもう完全に補給食甘いもんだけで済ますか今日の昼は。まず大福2個あるから、生大福だから今日食わないとまずいし。じゃあ本当に結構店いっぱいあるところなんですかね、先津教会の周辺。日本一周距離的にどうだろう。距離ちゃんと記録してないんですよ。今使ってるこのライドウィズ iPad はない、ライドウィズ GPS っていうサイトに毎回走った記録をリアルタイムで残し続けてるんですけど、しょっちゅう夜そのログを切り忘れてて、平日の何日分かのログが後ろにくっついたサイクリングログとかがしょっちゅう残ってます。家の周りでいつもの店に行ったケールとかが全部後ろの方にくっついてるログができてしまって、で私が契約してるプランだとその余計なところを切り離すっていう編集機能がないので、確か走ってないところはないけど、サイクリングで12000、さあサイクリングで止まったことがない都道府県は結構あると思います。大阪にはサイクリングで止まったこと確かないし、あとは東京も止まったこと多分ないかな。神奈川県は実は三浦半島の岬口に止まったから、止まった履歴は残ってる。あとはどっか止まったことない県あったかな。福岡はそういや泊まったことどっかあったかな、実家を除いて。妹夫婦の家に泊まりに行った時は泊まってないか、あの時泊まってないな。福岡は泊まってないかな、やっぱり。まあでもとりあえず住んでるところと実家があるところは除外するとしたら、思いつくのは東京大阪分州、残ってる足跡だけで言ったらそうなんですけどね。でも海岸線網羅とかは全然、あれあの時は日帰りでしたね。そうですね、あの時泊まってないです。あの時今はもうなんかなくなってしまった駅のお店で定食食べて、その後小石原に行って椎茸さんに会って、で秋月の城跡を回って帰ったよな確か。あれなんだっけ、天城鉄道だっけ。なんかの駅の終着駅のところから輪行して帰りましたね。
今のバス停なんて読むんだろう。写真撮る暇もなかった、スピード出してたから。この先だな、佐吉教会の分岐。教会に行く道はそろそろ電波戻ってると思うので、なんか丘越えするたびにこれやってるな。あ、外れてる。あれ流れてないな。あれダメか。繋がってはいると思うんだけどな。あ、ビットレート戻った。あ、来ました。お伺いするたびにこう、ちょっと山越えるたびにこんな感じですね。めんどくさ。まあ大した過去の私の配信の状況に比べたら大したことじゃないけど。水の裏。6時間まで、気にしなくていいのはいいですね。本当にご指摘ありがとうございました。とりあえず繊維状態によって出たり消えたりするインターフェースはやめてほしい。グレーアウトしてでもいいから全部表示しといてほしい。そのレイアウトに困窮するような詰まり具合じゃないんだから。みかん、今の時期のみかんって深みみかんって書いてありましたね。落ち目、いやいや、ニコニコの落ち目かどうかって話は別だとして、でもなんで本当にこんなにニコニコがネットで蔑まれてるのか。まあ、トップが出したコメントとかがなんか怒りを買ったみたいなことはあるらしいですけど、仕組みとしてなんかそんなにダメダメかなって思いますけどね。匿名文化残っててもいいと思うんですけど、コメントする側が匿名である文化。まあ自分が慣れてるからだけなのかな。あと私の配信だとあんまり
コメントと やり合うような話はほとんどないですけど、人に配信者によってはやっぱり相手が名前もないやつが罵倒してくるようなのは耐えられないっていう意見も多いんですかね。設備投資、ああそういう、でもどっちにしろ YouTube には勝てなかった気がするな。ん、何を消すことがある。私自身はそういう情報を追ってないからか、ニコ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 で別に普通に YouTube と頭な自分の中だと YouTube と同じぐらいの価値観なんですけどね。投げるギフト、え、動画、うん、ニコニコもなんかその薄着の女の子はどうみたいな文化が最近多いんですかね。けしからんな。この、なんだろう、これ体育館ああ、確かにニコ生は日本人以外の人はまず入ってこないですよね。そういう英語でもやり取りできるっていう趣旨のことが書いてなければ。うわこれはまた、らい崩れてますね。っていうか焼けてはないか。廃屋もあるけど結構なんか大きな家も多いですねこの辺り。おお。デイサービスか。あ、お金を。ユーチューバーなー、どうなんだろう。ユーチューバーはなんか稼げる場合は急激に稼げるらしいから、一気に稼いで、あとは余生過ごすっていうのもありかもしれないですね。とか軽く言ってるけど、まあ並大抵のことじゃそんなに稼げないんだろうけど。まあでもあれは運もかなりありますよね。誰がどう見てもその人の才能とか技術だけで登録人数増えたっていう場合だけじゃなくて、あ、北方領土返還交渉を中断すると宣言します。北方領土返還はまたいた。のみなる運転手さんはティアドロップをかけてました。ティアドロップサングラスを。なんでそんないかにもな格好するんだろう。ん？なんか今チンチンチンって音が聞こえてたけど途中で止まった。変換と多分あれは昨日お本土なんか関係ある話題を手当たり次第に言ってるようなイメージありますね。コメリとコンビニがある。あ、収益化。あ、私もそう1年4ヶ月ぶりです。信号、いやあれもう取りすぎた。いつの間にか分岐を あ、やべ。いや、ここだ。ここ左ですね。どっちにしろここ左に行くのはもともとの予定ルートで、コンビニは食い物をとりあえず売るほど持ってるからいらんな。あとコンビニで買っとかなきゃいけないものは、あれ？そういえば飲み物出してなかった。どっち入れたっけ？こっちだっけ。昨日のジャスミン茶が8割方残ってます。1日寝かしたジャスミン茶、まあ開封済みですけどね。昨日
じゃあここから国道とおさらばして、これから山登る道っていうのもこの左に行った先にあるんですけど、さらにまっすぐ行って佐吉教会を見に行きます。片道8キロちょい。何になった気が、機材は昔と変わってないです。カメラも、このあの映像処理するやつもノートパソコンも一緒です。あ、回線が変わったのあるか、ハモに変わりました。前は無限 Wi-Fi だったんですけど、それはあるかもしれんな。でもアハモは昨日ですね、7ギガ近く使ってました。昨日1日で。私は月20ギガ、私はというかアハモっていうのは月20ギガの契約なので、明日に切れるような気がするな。マクさん、これ需要感。これはキリシタン絡みですよね、多分。そう、あの予想以上に行ってました。昨日は丸一日やったからってのもあるんですけどね。今日はスタート時間が昨日より遅いから少しは少なくなるだろうけど、歴史と文化、あれ現像地あそこか、あ、貿易船。まあ、ちょっと配信しながら入るのはあれっていうのと、私自身がそこまでこの辺のやつには興味持ってないっていうのもあって、平戸屋こういうの一遍入りましたけどね、隠れキリシタンのなんか風習的なビデオ見てちょっと面白かった。あれいつだっけ、正月だったかクリスマスだったか、正月かな、なんか独特な、なんて言うんだろう、儀式があったのを覚えてるけど、平戸の1メガ出れば十分ではあるんですけど、多分もっと落ちるんですよね。チャリダー、あー今日は会ってないですね。あそこ隠れキリシタンなのか、先津。ああ、これは教会見に行ってる人もいるのかな、車。それなり車通ってる。まあ、そもそも観光客かどうかは、意外、アクションかも、そうですか。あとみんなスマホってことですかね。神社、福岡、熊本。福岡ナンバーは割と観光客っぽい感じがするな。お、軽食屋さん、ハンバーグ、カツカレー、木場っていう店ですね。あ、 GoPro か、ソニーの GoPro 使ってる人は少ないってことか。これも結構古いですからね、5年前のモデルだっけ、もっと前だっけ。白い悪魔が、どこに、木馬だからか、自分で木馬って口に出しときながら頭から外れてた。5月ですね、馬力が違いますから。今はあのカメラ単体で配信できるのか。ただバッテリーをどうするかですよね。
あ、でも名刺がだいぶ残り少なくなってきました。昨日あの宿山下ではっちゃんさんとかみっちゃんさんとかしょうすけさんで会ってたかな、自信がないけど、あの宿のご主人、宿のご夫妻とお友達に何枚か渡してきたから、もう渡せる枚数が残ってない、あんまり。左、ああそうですね、後でここまで戻ってきて右に向かいます。先まで7キロって書いてあるな。なんか西風だ、すり抜け、あー場合によりますけどね、信号でたくさん車が並んでるところだとやっぱりある程度前に出てしまいますけど、まあできる限りはなんか余計な追い越し、あのすり抜けをして車をイラッとさせないように。あ、そう、海側行きます。戻りはあのトンネル通りますけどね。天草町20キロ、あ、かなり、あれ1キロはないですよね、500メートルぐらいじゃなかったっけ、長かったっけ。あれ今追い風になってるな、風向きがなんかよくわからん。あ、今これ南に向かってるのか、ってことはやっぱり北風だ、予報と違う。往復する道の、あ、マックさん、どうだろう、そもそもこれ今走ってるところは本来自転車が走るルール上は自転車だ、ルール上は自転車はこっちのはず、ただ私は今車に気を使ってこっち走ってるだけで。1日、昨日は7ギガ近く使ってましたね、びっくりした。やっぱビットレートがある程度出てしまうので、その分初期速度が速いんですね。あ、これルール的にもちゃんと OK なんでしたっけ。まあでもそうかな。まあ、とりあえずあの車道を外れて無理なく走れる路側帯とか歩道があればそっち通ることも多いですけどね、車に譲ってあげるために。右側？何を引いてる？潮が引いてるかな。水田ありますね、田んぼ。海の近くだけどなんかあまり関係ないかな。海の近くの、あ、風が水田って言ったら、
際ですね。能登半島が結構海辺に棚田があったりして綺麗でしたけどね。白米千枚だとか有名なところもあるし、風が風向きがコロコロ変わる。海風が。男鹿半島は寒風山でしたっけ、あの山には登ったんですけど、男鹿半島自体には確か行ってないです。風ありますね。3メートルぐらいの風になると結構強く感じるからな。1、2メートルだったらまあまあなんですけど。なんか車がいっぱい止まってる。あそこにもなんかあるのか。なんもないっぽいけどな。桜並木、それ昔からあるやつなんですかね。もう私が行ったのは真夏だったからな、知らなかった。ん？ここは実装園ですかね、この名前の感じからすると。まだまだ先津教会は結構先だな。これ風がなかったらそんなにきつくないんだろうけど、割となんか遠く感じる。いやダジャレ、うん、今のどれが介護。うん、でも足は回る。だいぶまだ先だ。いやどうだろう、先しかあってね、まあ6、7割合ってるけど。ここも砂浜ないですね。そもそも川が流れ込んでるとこじゃないと砂浜ってないんでしたっけ。今の泡どれだろう。繋いであるだけか、誰も乗ってない。あ、カラスが歩いてる。あ、止まった。
電波は今ちょっと復帰してるっぽいけど、次の集落っぽいところに行ったら確認します。民家ないな。ここ開けてるから行けるんじゃないですかね。あ、戻った。じゃあ対処しなくて大丈夫か。じゃあちょっとお茶。うん。ちょっと風向きが向かい風なことが多くて、うん、割とちょっと足に負担はかかりますけど、でも足痛くないから大丈夫。はあはあ言うだけで済む。あまり調子乗ってると一気に来るかもしれんけど、まあ本当なんか今回足ができてる運動になりますね。トンネルあるのはあの辺りかな。まだ先かな。よっと、いや多分あれだ、あそこの多分カメラが今向いてる辺りがあの出っ張った半島で、根元のところがトンネルで、見客前の自分に比べたらだいぶ見客っぽいか感じです。今は前は平日一切走ってなくて、土日にたまに走るっていうだけだったんで、尻の痛みもやっぱ毎日乗って慣れてるせいか、3日目になってもまだ尻そんな痛くならない。なんかいつも通りの運動してる感じ、体の感覚としては。ちゃんぽん、ん？死ぬ防御力は、あれ？ちゃんぽんどこ、これポツンと一軒店って書いてあるけど、え？ポツンと一軒店のちゃんぽんどこ？あ、こっちか。あれ駐車場ってことか。なるほど。あー、これは確かにネギちゃんぽん E-730。 これは結構聞かれるな。あれだ、教会見てぐるっと回ってきて帰ってきたらちょうどいい時間になる。今12時、帰り食べます。まああの教会の側でもっとときめく店が見つからなければですけど、あのなんかロケーションと店の雰囲気がグッとくるな。うん、遅くなるのももうなんかそのタイムラグがめちゃくちゃ大きくなって、死ぬまでにはもう返済しなくていいって状態になったら最高ですけどね。この疲れが出てくるのは2年後とか3年後とかになれば、そしたら返済せずに逃げ切りが可能になる。
まあ死ぬんだけれども、そしたら。入り口のあたりなんか本当に道かと思ったけど、あれ違う、これ全然違う。もうなんかあの分岐に、あの例の長いトンネルの入り口に来たかと思ってました。勘違いしてた。まだまだ全然ですね。まだあと何キロ先だこれ、 2,3 キロぐらい先かな。1キロぐらいですか。割とじゃあ思った以上に進んできてるな。いや、こんにちは。これ帰り風向きが変わってたら切れますよ。いくら私でも、いくら仏の私でも切れますよ、風向き変わったら。そこですよね、確かぐるっと回っていく 海の側の道は。フラグを、そうですね、余計なこと言ってる気がする。確かに、大した、これですよね。あそこの先端ぐるっと回っていくと、あの対岸に砂基通教会が見えるはず。どうでしょう。おお、めちゃくちゃアクセス良さそうなお墓。といっても駐車できる場所がないか。猫だ。猫ファイトの声は聞こえたけど姿が見えなかった。同時、ああ、YouTube のライブは仕組みを理解して準備するのが面倒でまだやったことないです。喧嘩の声は聞こえましたね。ギニャーって言ってましたけど、あれ2匹分の声聞こえてなかったような、1匹だけだったような気もする。こんにちは。路中回してもやっても問題なさそうですけどね。船がスマホの場合はヘルメットマウントができなくなりそうなんですよね。スマホとつなげられるアクションカムがあればいいんですけど。この辺りだな。これ右にすぐトンネル入り口が見えてまだ見えてないか。景色いいですよね。あ、トンネル見えた。で左でトンネルを返して、行きはこっち側の方通っていきます。戻りはさっきのトンネルから抜けて戻ってくるですね。あ、新緑が見られるうちに旅行に来れてよかった。サイクリング中の景色でも山の新緑見るのが一番好きなんで、まあここは山ってほどじゃないですけどね。この後また昼飯後に登っていく道も景色楽しみです。お、12時になったか。
短いな。ウグイスいるな。12時になりました。ウォッチン、あれあれもうやってないですよね。笑っていいともは今やってないですよね。ビッグベン、養殖の浮きが浮いてる。あそこ行き方もあるな。あ、だいぶ前ですよね。でもブラタモリでタモリはまだテレビ出てるんですよね。あ、タモリクラブまだやってんだ、知らんかった。これは作業場も兼ねてるんですかね、あそこ。何の養殖やろうか、市民、うん、なんかそんな感じに見えますね。うん、あ、ブラタモリの。なんであんなになんか何でも知ってんだって思いますよね。あ、そこミュージックステーションもタモリだったっけ。めちゃくちゃ博識ですよね、あの人は。いや、それか単に趣味の方向に博識なだけかな。坂道とか、すごいな。あんな忙しそうな芸能人で旅行に出る時間とかも作るのか。島、あー、海上コテージって確かなんか泊まれるとこでしたっけ。や、あの宿調べるときにそういうの見た気がする。趣味が合うように。コテージ、確かそんなに離れてないですよね、陸地から。泊まれる、あ、あれですね、多分一遍情報見てる。どれだろう、見えてないな。通り過ぎたのかな。ああ、まあ電波は女子アナ、ああ、ブラタモリ、そういやそんな感じか。なんか卒業してどうこうとかいうのも見た気がする。あれはどんどん入れ替わってるのか。あ、今の水上バイクだった、ボートじゃなくて。小持ち、
桑子さん、雨女。ああ、ちょっと写真。あそこもなんか養殖してますね。で、あそこになんか海底の形が違うのか。あ、もう見えない。通り過ぎたのか。気がつか、全然見えなかった。そう、あまり見えやすい位置じゃないのか。嵐。クレヨンしんちゃんみたい。クレヨンしんちゃんみたいというか、それの別の元ネタからのパロディですよね、嵐を呼ぶは。危ない。あれは外海が見えてるのかな、あそこは。で、教会は？あれ？まだもうちょい先の出っ張りの向こうか。沖合の島。今走ってるこの道から見えないところだったんですかね。あれ多分船で渡してとあのと止めさせてでお母様と迎えに行くって感じなんですかね。なんかコナン的なことが起きたらどうするんですかね。脱出手段のない海上コテージで。それか管理人も一緒に一泊するのかってことは多分ないかな。金田一じゃなくて。灯台だ。これなんて灯台だったっけ。金田に。そうなのか。書いてるのかな。字が小さくて見えない。注意看板は読めるけど。港の灯台なんですね。口が。で、多分もうそ向こうの方に教会見えてるはず。おお、見える。あ、でも配信だとちょっと遠いか。結構なんかあの真正面というか真後ろなのかな、これ。とんがってる建物が映ってるの分かるかな。ツイッターに小さく見えます。ツイッターにあげます。ツイッターに対岸からの先津教会で、今の写真を1枚添付して、こうレンズ汚れてないかな、大丈夫か。もう少し先に教会を見る展望公園がある。あ、展望公園。じゃあそこまでまた行って
じっくり見ましょうかね。でも角度的には今のところがの方が良さそうに見えるな。まあ斜めから見るのもいいか。あ、撮れてますかね。 iPhone の望遠っていうか、あの2倍望遠とかの固定レンズがついてるやつだともっとちゃんと撮れるんでしょうけどね。あ、でもだいぶ距離が近づくな、こっちだと。角度的にそうですね、ここもちょっと1枚押さえておくか。だいぶ近いな、こっちの方が。配信画面でも見え方変わってますよね、結構。それでもまだ遠いかな。一応写真撮ってよっと。確かにこれはすぐ近くから見たら全体見づらいですよね。どんどん、あ、じゃあ次の展望台っていうところで。カラスはあっちまでひと飛びだな。で、こっち車とかバイク来ないですね。あ、だいぶこれ以上あまり距離変わらんかな。展望公園ってのはあそこの出っ張ってるとこか。あれはどっちが、でもあの先頭がある方が多分正面ですよね。だからさっきあの灯台のところのすぐ先から映したやつが多分角度的には真正面。ここまで来ると真横、ほぼ真横になるな。さっきの途中で撮ったやつが一番個人的にはいい気がする。ですよね。こっちは斜め後ろ側になるな。判定が菱形が仏教神道で、あ、菱形がキリスト教で丸が仏教神道って切られてますね。なのでさっきと教会が菱形な以外は、ここに神父道って書いてあるけど、あ、ちょっと木の種類はパッと見書いてないですけど、神社仏閣の方が多いんですかね、数としては。小高いところにあるコンピラっていうのも、まあコンピラは神社の方だっけ、どっちだっけ。左下にマリア像とか書いてある。教会の見栄えはさっきの方がいいな。さっきよりは若干近いけど。マリオ像も並べましょう。マリオ、とマリオ。そこのコンピラが教会だったらしい。コンピラが、後からコンピラに変わったってことですか。なんか気の臭い話もありそうだな。ではさっきのツイートに、つなげる形でもう一枚、さっきのどれだ、これか。コンピラの皮をかぶった教会に立って。地図のマークだと一応仏教神道って書いてありましたけどね。判例としては、やっぱ2枚目の方が距離的にもちょうどいいな。じゃあ、あの近くに寄ってみましょうかね。隠れ、ちょっと、隠れ、
そのコンピラがってことですかね。だったらキリストの方の種類、あのキリスト分類で書いといてもいい気がするけどな。キリスト教分類で。なんとなく今のバイクの人に挨拶し損ねた。やっぱり目が一旦合わないとな。なんか一人でベラベラ喋りながら挨拶もせずにスッと行ってしまったやつに見えてるだろうきっと。あ、今は普通の隠さないと。隠されているからこそか。おっと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 、蝶々引きそうになった。あ、猫。みんなそんなに気にしないと思う。ん、そんなに。あれ、公開になってるトンネルのところ。さあと逃げましたね。逃げられた。どうも、お昼。さっきあのチャイムが鳴りました。お昼チャイムが。おお。盛況があるけど、あのあれやってないのか。やってないっぽいな。営業。あ、道の駅もあるのか。犬に、あの、おとといの宿で懐かれました。ループ。ん、これが道の駅？ああ。いや、この建物はレンタサイクルか。道の駅はどれ？あ、向こうにあるあれか。でもロケーション的にはさっきのちゃんぽんだな、やっぱり昼飯は。あ、道の駅、あの奥が道の駅なんですね。よく見えなかったけど。あ、さっきのあの店名ですよね、ちゃんぽんの。周りがものすごいオープンな店でした。あれ夏とかエアコンないんだろうな、きっと。それか閉めることができるのか。あ、野菜売ってる。民宿、ああ、なるほど。まあ観光地だからそうなんだろうな。ああ、なんか観光地っぽくなってきた。漁具店もあるな。釣り客も来るんですかね。あれ、これさっきのあのちゃんぽんの店の名前ですよね。天草 3.6 キロちゃんぽんって書いてあるけど、ここに駐車して 3.6 キロ歩いてちゃんぽん食いに行くってことじゃないですよね、まさか。どういうこと？うん、どうなってんだろう。
シャムっぽい色の猫。ソフトクリームか。いやでも昼飯食うからこれから、今日あとあんまり余計には入らないんですよ、朝飯食いすぎて。仕掛け通るな、グーグルマップ。なんかちょっと年寄りっぽい動きしてますかね、あの猫。なんとなくしなやかさが、昨日の夜も今日の朝もむちゃくちゃ食いました。残せない人間だから。お。一点、ああかもしれないですね。そこですね。あの、はい、右折したところに、はい、教会の入り口の、あの駐輪場あります。あ、ありがとうございます。駐輪場の場所をなぜか教えてもらえた。なんでこっちの心読んでるんですか、あの人は。教会の中はどっちも入るつもりはなかったけど、本当だ、駐輪場あった。迷ってるですかね、心読まれた。ちょっとあの改めて見ますね、この間は一瞬トツかっていうのもちょっと頭よぎりましたけどね。レンタサイクル、レンタサイクル1号と3号が来てる。2号どうした。あ、なんか電動じゃないんだな、新しいからなんか電動かと思った。私はそれです、それはそれでいいと思う。あれ、ちょっと待って、こう上向いてるからヘルメットこんな風に、いや手で持った方がいいか。2号じゃないかな、4号か。正面からじゃなくていいか、パノラマで下から上に向かって撮ります。ですよね、宗教関係は特にダメっぽい。ちょっと空入れすぎたな。もう一枚、もうちょっと近くからでもいいな。うん、撮り直し。言うて秋風、まあこんなもんか。江戸時代花かったんでは、江戸時代は、時代的にはどうなんだっけな。あー、ステンドグラスあるんだったら、ちょっとあのすいません、皆さんを置きっぱなしにして私見てきていいですか、ちょろっとだけ。写真が OK だったら写真撮ってくるので、あ、これもいいな。すいません、ちょっとあの欲が出ました。行ってきます。じゃあ、カメラはここに固定しておいて、
といっても誰か覗き込んで顔が映りっぱなしになったりしたらまずいな。どうしよう。業界見せてて警備用に請求しますね。戻ってきたら転がってそうだな、これ地面に。踏み絵踏ないでね。踏み絵よっと。傾いてるから大丈夫。傾いてるけどこんな感じで。すいません、ちょっと行ってきます。ちょっとトイレ探して行ってきます。あのベンチのところに他の人が休憩し始めたから中はやっぱ撮影禁止でしたね。で、あの外からでもこの色見えるんですけど、結構パステルカラーっていうか、この青と水色、あの青じゃない、黄色と水色とか緑と紫とピンクと、緑とピンクとオレンジかな、これあと白とオレンジとか、なんか統一された統一されたカラーリングじゃなくて、割となんかいろんな色が使われてる感じですね。あ、やっぱこれトイレだ。よし、ちょっとじゃあこの辺にまた置かせてもらって。傾いてますけど
ハイさん、全体的に全部合わせてってことかな。合わせてというか、まあ全体を指してってことか。 あとこの教会の中は畳敷でした。広い畳敷にパイプ椅子が、パイプ椅子が並べてある感じでした。まあ、パイプ椅子は最近なんだろうなとは思うんですけど、その地域に合わせた教会って感じですね。畳敷教会っていうのは割と一般的なんですかね。他のとこで私は教会あんまりたくさん入ったことはないけど、畳敷ってあったかな。足元の方どうなってたかよく見てなかったんですけど、マリア像なんか地図の端っこの方に書いてあったけど、どんぐらいかかるかな。まあ行ってみるか。珍しいですかね。なんか日本の教会って感じがするなと思って。教会のこと詳しくないけど、なんか急に人が減ったから真正面からの写真もパノラマで撮っとこう。家にいながら観光できて感謝です。あれ、あ、マリア像、了解です。と、よし、650。これもちょっと気になるんですよね。よっと、いちじくクリームって、まあでも食えないからな今日これ以上。食わなきゃいけない生ものも溜まってるし。あ、1号3号いなくなってる。揚げパン、そう、もうちょっとやめとこう。お昼、いやあった。4号ありました。一緒に乗っていかれてたらどうしよう。その底に寿司屋さんもあるよ。あ、寿司屋さん。私はイチジクの味は結構好きなんですよね。昔実家にイチジクあったんで。そう、今ちょっと意図的に映してましたけど、スマホマウント自作です。おっと、あれ、なんか引っかかってる。よし、こうやってパッと取り出せて、で割としっかり固定できるので。問題は専用設計なので、そのスマホごとに合わせて作んなきゃいけないところがネックですね。だから私は iPhone の全現行の全機種に対してアップルが出してる寸法データを使って全機種向けに作って共有サイトに公開したら結構使われてます。今最近 iPhone13 にも対応してくれって言われたから対応しました。大量の熱で変形したりしない熱で、あ、ロボ専用ってどういうこと。あとここにもあれがある。何扇貝だっけ。何扇貝、何屋さん。あ、これがさっきのいちじくパンの店か。はい、や、お、ここあーつあーあ、ひ扇貝、ありがとうございます。ですよね、今の豚もち。
これはまんじゅうだよな。みかんジュースは昨日の、あ、また猫来た。餅だけどな。いや、補給食消費しなきゃいかんから。こっち来い、こっち来い。メルカリ見たけどクソ見づらい。クソ見づらいですよね。いきなりですよね。ん、また逃げられた。あそこにも猫いる。ほんとこのなんか天草猫多いですね。商品ごとに。ん、土産になる。ああ、持ち帰ることができるものをって意味ですかね、お土産って。メルカリは私が売ってるものをどれか一つ探し当てればユーザーの売ってる商品一覧は出てくるんですけどね。そのユーザーの名前をクリックすれば。ただ私は今販売中の商品はゴールデンウィーク中なので全部取り下げてるので買えるものは出てこないんですけど、過去に売れたものは検索できるはずです。ロボ専用。それ専用っていうのは誰々に売る専用ですって意味になりますけどね、メルカリだと。あれ、マリオ像はどこですか。あれ、ちょっと待てよ、地図で確認する。あ、これ、ここ、一体どこに。駐車場から海の方。専用システムないんですけどね。そうそう、カバー。あ、え、今どこと。あ、展望できてこれなのか。ん、どこにある。ここでプトプトはなんかせっかくのイベントの場所なのに、なんでですかね。あれ、ん、あれ、さっきどこに書いてあったっけ。あれ、どこ行ったっけ、看板。電波が、どれどれ。あれか。ああ、なんかまた NAI がおかしいことになってるな。一旦切るか。あ、なかった。ビットレートは、あ、なんとかいってるな。途切れ途切れっぽいけど、ここにある、ここ、白い1ドットか2ドットじゃないのかな、これ配信上だと。そこすぐ近くから見ることはできないんですね、あれ。白い像が立ってるみたいっていうことぐらいしかちょっとここからだと見えないですね。あ、そうだ。うん、ダメだ、全然行ってないな。せっかくだから単眼鏡を持ってこよう。うん、プラパレ
お、そこそこ見える。手組んでるとこまで見える。あとなんか、あそこ人が立ってるんだけど、海沿いに釣りしてる。あれ、行っていいとこなのか。なんか観光客がマリオ像を見るために入れない場所にで釣りしてる人がいるように見えるんだけど、まあ目くじら立ててるだけかもしれんな、私が。別に問題ないんだったら失礼だ。ピントはね、もうちょいこんな感じか。あれ遠いですね。遠いですね。もうちょっと近くがいいですけどね、まあでもとりあえずまあなんとかわかるかなぐらいな感じで、とりあえずこれであの手組んでるとこまで見えました、この単眼鏡。よかったら、あ、ヘルメットってこれ使えるかな。あ、やめて、外しても使えると思います。単眼鏡ですか。お借りします。ありがとうございます。なんか余計な、なんとか手は見えますよね。そうですね、もうちょっと近くに良かったんですけどね。あとあそこで釣りしてる人いるんですよね。あれ、あ、なんか下でやってますね。あれいいのかなと思って。なんでしょうね。それか行くのが大変、禁止とかにはなってないんでしょうか。ですかね。逆に入っていけるってことですね。でも、みたいですね。でも多分岩場を歩いていく感じですよね。まあ自己責任なんですよね。ですよね、ちょっと邪魔ですね。あ、失礼します。あ、じゃあツイートするか。先地教会ってのはまたこっちなんですか。あ、すぐそこです。すぐそこですか、はい、駐車場とかあるんですかね。駐車場は教会正面に見た背中側に歩いてたところにすぐにあります、はい、あ、 すぐ分かると思います。あ、分かりました、ね、ありがとうございます。何のマリア像だっけ。マリア像でいいのか。マリア像像遠い点々。あ、そもそもツイートできるかこれ。市街地の方に戻ろう。マリア像の夕日展望デッキ。投稿できたか。こんにちは。こんにちは。電波安定しないけど、これで復帰したかな。ちょっと一旦さっきのあの教会のあたりまで戻ってから映像復帰させます。って今言っても多分繋がってないから通じないけど、さてじゃあちゃんぽん食いに行くか。
色なんだ。ああ、景観対策自販機のカラーリングか。お、黒くてでかいやつがいる。オスだ。ご飯やなぎ、この奥にあんのか。惹かれるな。うん、つなぎ直しましょうかね、そろそろ。これ猫よけかな。あ、ほんと。これからですけどね、登りは。あ、やっぱり配信開始できてない。 ANA は不安定だな。あ、通信速度はこれで戻ったか。すいません、マリア像のあたりなんかあんまり安定してなかったですね。今これで戻りましたよね。うん、あのマリア像見に来た隣のバイクの人に、あの よかったらこの単眼鏡で見てくださいって言って、頼まれもしてないのに単眼鏡押し付けて。NA の不具合なのかな。マリア像取れました。さっきツイッターに流そうとしたけど通信できなかったか。親切、あ、再投稿。やっぱりできてなかったか。うん、これで行きました。じゃあついでに、サーキッズ協会金栄って多分建物に使わないと思うんだけど、こうあ、これ人の顔映ってるかな。まあなんとかセーフだろう。今サキツ教会のあの縦パノラマの写真載せたんですけど、マスクしててこれだったらまあ許されるんじゃないかな。個人特定はシャツの柄とかでできそうではあるけど、うん、まあ大丈夫でしょうね。じゃあさっき通ってない道を通りつつ、左下。あ、神社、あの上にある神社ですかね。いや、今ちょっと足使いたくないな、この後のために。あとこの辺り自販機が全部焦げ茶色してますね。景観対策的なやつ。寄らんかな。じゃあちゃんぽん食いに行って、その後山登りだ。階段ですか。うん、これからさっき途中で見かけたちゃんぽん屋さんに食いに行こうと思って。もう1時前か。こっから50キロは残ってないはずだけど、アップダウンあるから、うん、今度はトンネルでまっすぐ行きます。ちゃんぽん食う。うん、あ、またなんか、さっきの駐車の看板、ああそうですね、ちょっと聞けるタイミングがあれば、お店の人が忙しそうにしてなければ。どうだろう、あの感じだとみんな気づいてみんな質問するってことは多分ないだろうから、あの何度も何度も聞くなっていうことにはならないだろうと思うんだけどな。まあそんなんで怒る店の人はいないだろうけど。これ向こうもトンネルなんですね。
コメントで長いトンネルって言われてたけど、これはどんぐらいだろうな。あ、1キロあるか。これ海沿いの道に、この辺りのその出っ張った半島みたいなところを突っ切ってるトンネルですよね。この正面 の、 あの背中側にあるやつもで、トンネルの中、これ歩道が完備されてるんかな。この厳重に区切られている歩道を見ると、じゃあトンネルの中多分電波は途中で切れると思うんで、また後で。でもあの佐吉教会の周辺って天草随一の観光地っていうほどなんかめちゃくちゃ人がいて来てる感じじゃなかったですね。あんなになんかたくさん車が来てたのは釣り客が多いかな、天草は。あ、1キロない、862メートル。お昼時、あーかな。じゃあまた後で。あ、釣り場。何にいっぱいいた？スマバラ、そうですよね。まだコメント読み込めるな。ある？こんなに長いのに。でも読み上げがほとんど聞こえなくなる。そうですね、新しいですね、結構。うん、すごいな。電波があるトンネルって本当に中に中継局があるのかどうか確信持ててないんですけど、やっぱりあるんですかね、トンネル内中継局。いつ頃できたやつだろう。災害過去10年以内ぐらいかな。事故ったら、ああ、リピーターっていうのかな。適当に行って見通してる。うん、とりあえず排ガスは全然臭くないです。平成19年じゃないですか、このトンネル作られたの。よく見えねえ。1992年3月、30年前のトンネルか。30年前にしたらやるな。10年以内だと思ったのに。やった、割と古いですね。
あ、今みたいな時に単眼鏡が役に立つので自転車に取り付けてます。平成、あれ平成最後は何年でしたっけ。28年とか29年とかでしたっけ。平成は平成30年まで行ったっけ。よっと、30年行ってなかったと思うんだけど平成は。33まで、そうだっけ。30超えてたか平成。もう割引はやめてほしいな、全部西暦にしてほしい。いちいち計算できねえ。あ、ちゃんぽん屋、そこもさっき迂回したんですよね、トンネルを。31年、令和元年、一瞬31年があったってことでもないんでしたっけ。何月に切り替わったんだっけな。あ、見えてた、これか、エンジニア。島のコテージってあれか。ちょっと配信だと厳しいかもしれんけど、すごく不自然なところに建物が建ってる。狂ったシステム。役所、うん、あ、見えてますかね。滑り台みたいに見えたら階段で船着き場から上に登るのか。全体的に家全体があの高床式みたいな感じになってます。うん、バス停の名前が小島。うん、何で原稿が変わるって言ったか聞こえなかった。読み上げ今小さくて接触不良なのか何なのか。端子のところをなんか回してみたけど変わらなかった。天皇が、預けなくなる。家がこの辺りは結構でかくて廃屋はあんまりないですね。ん？ピンときません。どれの話だろう。うわ、身分証、そうですね。なんかたまにキューっていうな、タイヤ、ホイールのどこかが。西暦、うん、なんか一部に限ってほしいですね、割引使うの。特に私みたいな人間のために。平成が30年までなかったと思ってるような人間のために。物価券、多分ないだろそれ。ウノポク、あ、どういうルールだったか全然私は知らないけど、あの時計の必ず。このトンネルの向こうですね、ちゃんぽん屋で。自転車の人が今出てきた。あの人はツーリングっていう荷物は積んでないかな。あ、でもなんか荷物背負ってる。ああ、一泊二泊ぐらいの荷物には見えるな。あれ、もうさっきの島見えない。うん、ちゃんぽん食うつもりです。あんまり混んでなきゃいいけど、まだ時間的に混んでる可能性があるよな。
中途半端な。向こう見えてたんだけどな。熊本は、天草ちゃんぽんっていうカテゴリーで割と売ってるらしいんですけど、毎日トンビショーって今書いてあったかな。お、なん、結構混んでるけど入れそうではあるな。じゃあちょっとサイクルラックはあえて使わずに。よっと、あれどっち入れたっけ。また 3D プリンター製のアピールしないと。リンカーハットなんか餃子小さくて、あのサイズとしてつけるのにはちょうどいいサイズですよね。メインとして食べるには物足りないけど。ブレーキを固定してて、今映ってんのかな、タコス画面。もしかして映像いってないのか今。それは許容できない。電波悪いのかこれ。バッテリーもなんか今日限られてるし。早く。こうか。お客さん、餃子は一人ずつ食べるんですか？一人の人が食べるの？どうなってる？一人の人が食べるんですね。よいしょ。やっと後ろもブレーキかけると安定するな。
なんて電波悪いんだそんなに。切れてる。出たな、出た。なんで駐輪場あんな電波悪かったんだろう。これで今戻ってますよね。戻ってないか。ビットレート言ってるんだけどな。ん？動いた。ほんの10メートル20メートル動いただけで電波が。さっきそこで駐輪してた時に電波が全くなくて。で、もう他にお客さんもいるんで、いや、これから食べます。やっぱり、配信は一旦止めます。今日電波じゃない、バッテリーも限られてるんで、できるだけちょっと、バッテリーを温存するために一旦切ります。うん。じゃあ、ありがとうございましたっていうのと、駐輪場まで電波いけるかな？いけなかったらそのまま切ります。相変わらず 3D プリント品のアピールしてからよく分からんな。まあいいや、ダメか。じゃあありがとうございました。また後で。それでは。